こんにちは、ウキラン町フラチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは故郷の光景を懐かしんだり、行ってみたい、住みたいなどの参考になれば嬉しいと思っています。本日は鹿児島県の北西部に位置する阿久根市阿久根駅周辺を散策したいと思います。というわけで憩いの森展望所に来ています。自然に触れ合える遊歩道で自然散策や森林浴を楽しむことができます。自然の道ですが歩きやすいようにはなっています。展望所からは木々の間に阿久根市街が見ることができますが、一望ってほどではないかもです。森林浴散歩がてら寄ってみてください。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。阿久根駅に行ってみましょう。はい、阿久根駅にやってきました。出入り口は1箇所、東側より入っていきます。阿久根市は肥薩おれんじ鉄道の駅が4つあり、折口駅、牛の浜駅、仙台大川駅と、こちら阿久根市の中心駅の阿久根駅です。ホームは入り口と同じ地上駅、地方自治体と民間にて成り立つ第三セクター方式の肥薩おれんじ鉄道。2004年九州新幹線の熊本県八代から鹿児島中央間が開通された時に移管されました。八代駅から仙台駅の間で28の駅があり、こちら阿久根駅を含む10の駅が有人駅になっています。特急や快速はなく、普通電車のみで基本が運転手1人のワンマンになっており、28駅間の間を約3時間で運行します。で、駅の構内なんですが、ここは駅の中なのと思うような空間には、アンティークな照明にカーテン、椅子というよりは家具が並びます。ストリートピアノが置かれており、イベントでジャズライブが開催されることもあるようです。駅中に食堂カフェが併設されており、お土産も置いてあります。さらには図書スペースにお子様の遊び場もあり、大人も子供も楽しめ、町の方の憩いの場になっていることと思います。駅の利用だけでなく寄れる素敵な木のぬくもりが感じられる駅舎になっています。それでは駅を出まして、ロータリー左手に駐車場と南国交通のバス乗り場、右手にはタクシー乗り場に駐輪場、かつてあった寝台特急のブルートレインは香川県へ移動していきました。ロータリーには他にも阿久根市の特産の案内や観光マップが置いてあり、それによると2014年に完成した阿久根駅は JR 九州のクルーズトレイン七つ星をデザインした三戸岡英二氏がデザインを行ったと書かれています。三戸岡市は他にも大分駅や直方駅などもデザインしており、阿久根駅のコンセプトは町の迎賓館、町の公民館とのことです。そして駅前の交差点、南北には北九州より鹿児島を結ぶ国道3号線、まっすぐには北薩摩漁協があり、そこを右手に行くと歩いて15分ほどで阿久根大島への渡船場もあります。それでは本日は駅前通り商店街を南に、市役所を通り万象ヶ丘公園を散策していきたいと思います。こちら国道3号線沿いは駅前通り商店街、手芸のキルトショップバスケットのシャッターには動画に出てくるような絵が描かれています。竹宮鮮魚店は阿久根漁港直送の魚介類を販売しており、居酒屋若菜は昭和63年創業で、阿久根市の新鮮な魚介料理に焼酎をおかみさんが提供してくれます。駅より150メートルのところには阿久根郵便局、向かいには南日本銀行阿久根支店、南銀と呼ばれ鹿児島銀行鹿児島総合信金に続く鹿児島の地銀、お菓子の三春堂は限定の和菓子のサザエモナカを販売する老舗店、向かいの太郎寿司は阿久根の人気店で、新鮮な阿久根の伊勢海老にウニ丼、海鮮丼が召し上がれます。進むと阿久根小学校、
かつては駅よりここまでの間350メートルほど片側のアーケードがありました。右手には憩いの場の中央公園に吉野スポーツ、新しく5月にできた佐世保バーガーなどのテイクアウト専門店、阿久根市立図書館と郷土資料館の前には図書館を寄贈した人物の銅像が立っています。隣にはヘアサロン砂畑、鹿児島銀行の阿久根支店があり、黄色の建物は宝飾時計メガネの塔や、漢方薬キオレオピンと書かれた調剤薬局、本町のバス停には特産の柑橘類が描かれています。阿久根市を流れる高松川に出まして、並行して肥薩オレンジ鉄道が通ります。川を越えて右手には阿久根商工会議所と、片側のアーケードは大丸ふれあい通りの商店街、250メートルほど国道沿いに広がります。ブティックに居酒屋に理容室、老舗のお菓子の棺屋さん、森山写真館に松島時計店と数店舗の営業は見られましたが、かつて栄えたと思われるメインストリートも厳しい地方の商店街、人通りも少なく寂しい雰囲気が漂っていますが、ところどころシャッターアートが目を引きます。シャッター通りと呼ばれていた通りをスプレーで彩ろうと竹原市長の時に始められました。市内3カ所の商店街のシャッターに描き、通りの総称を阿久根アートロードと名付け、観光に役立てようとしていたようです。それではここからは街の風景とともに阿久根市の説明を挟んでいきたいんですが、人口は現在約1万8000人ほどで、鹿児島県の市が19市あるうちの17番目の人口です。1889年に阿久根村が発足、1925年に阿久根町となり、1952年に市制を施行し阿久根市となりました。鹿児島県の北西部に位置し、古来より海陸交通の要所として海運業商業などが栄えてきた阿久根市、阿久根うまいね自然だねをコンセプトに、東側に南北約40キロに及ぶ美しい東シナ海の海岸線、豊かな山々に恵まれた自然と人が共生する町です。南国ムード漂う癒しの楽園が広がる東シナ海には野生の鹿120頭がお出迎え、船で10分約2キロの沖合に浮かぶ周囲4キロの阿久根大島があり、県立自然公園指定海水浴場100選日本の名勝100選でもあり、マリンスポーツやアウトドアでたくさんの観光客でにぎわい、北の脇本海水浴場は海水浴100選にも選ばれ、遠浅の白い砂浜が3キロにも続く海水浴場、こちらもマリンスポーツにサーフィン、夏はウミガメが産卵しに来ます。また歴史文化いにしえの面影や伝統文化の残る阿久根市には、200年以上前から行われている県無形文化財の館前、春見中田神社の館前は五穀豊穣を祈る法然の舞で、天照大神の岩戸隠れの神話を7つの舞で構成したもので、半世時代の昭和の交代期である8年ごとに開催されます。そして海外とのつながりを知る貴重な資料の方針3メートルの阿久根砲、昭和32年阿久根浜で発見された16世紀頃のポルトガル砲です。当時船舶に積まれていたものが何らかの事情で阿久根沖に投棄されたものと考えられており、県指定有形文化財として阿久根市民交流センターに展示されています。そして景勝地名勝地質学的にも貴重な地域の牛の浜海岸は、水深数千メートルの海溝で堆積物が複雑に混じり合ったメランジ堆積物であり、その貴重な地層体は夕日が入る絶景の撮影スポットでもあり、県指定名勝に指定されています。また鹿児島の古墳文化を知る貴重な遺跡脇本古墳群は、古墳時代の鉄剣、古代日本の小型万能ナイフのトース、
鉄製の矢尻塔が確認されており、県指定の遺跡になっています。食の方では山の幸として温暖な気候に恵まれた阿久根市では、ボンタンやデコポンなどの柑橘類は代表的な特産で、全国有数の生産高を誇り、そら豆やグリーンピースなどの豆類は鹿児島ブランド産地に指定されており、土作りや品質にこだわった早掘りタケノコや風味のいいキノコ類、畜産も盛んで出荷数が年間500頭程度の希少な黒毛和牛肉の柔らかさや絶妙なバランスの霜降りが特徴で、4頭級以上のものは花鶴和牛というブランド名で出荷されており、近年ではジビエ肉のイノシシや鹿の振興にも取り組んでいます。また阿久根漁港で獲れる海の幸には近海で獲れる脂の乗りがよく、ほんのり甘みがあり、トロのような舌触りの阿久根の花味にイワシ、キビナゴ、甘みが強く身がぎっしり詰まっていてプリップリの秋の伊勢エビ、大きさは小ぶりですが味が濃厚な春の紫ウニなど、阿久根市に訪れた際にはぜひ地元の食を堪能してみてください。というわけで動画に戻りまして、この長い階段を登ったら板書ヶ丘公園に着きますので、そちらにてお別れをしたいと思います。山の上にある公園で広い芝生の広場やグランドゴルフ場、ローラースケート場、パターゴルフ、ゴーカート場、遊具などを備えた多目的な公園で、管理されている花も綺麗で、秋にはコスモス、春は桜の名所として知られています。東シナ海を望む眺望が西側には広がります。訪れた際は雨が降っていて人がいないですが、イベントも行われることもあり、週末はたくさんの家族でにぎわいます。散歩、ウォーキング、お子様と訪れてみてください。というわけで本日は阿久根市阿久根駅周辺を散策してきました。シャッターアートに海に山の幸の町、この動画を通して少しでも阿久根市を知ってもらえたら嬉しいと思います。それではこれからもいろんな町を歩いて回って散策していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。